女性の一人エッチについてお知らせします。女性がオナニーなんて不潔など考えはもう過去の話です。最近は性に関する情報がネット上にも溢れ返っており、可愛いラブグッズもたくさんありますので、気軽に楽しめる一人エッチをする女性が急増しております。と言っても35歳を境に年配者になるほど一人エッチを好む女性層が少なくなっているようですので、やっぱりネットが使える環境の影響が大きいのでしょうか。今回は18歳以上から45歳までの女性30人を対象にアンケート調査を実施した結果、35歳未満の女性では実に 70% 以上の女性が一人エッチをするとのご回答をされました。一人エッチをする女性に理由をお聞きしましたところ、彼がいないから性欲が怖くって彼だけでは満足できない、したい時に気軽にできるから未開発の性感帯を研究して彼に教えてあげるためなどなど理由は様々です。特に未開発の性感帯を研究という声が多かったです。女性は男性と違ってエッチしても行くことに至らないことが多いですよね。彼だけの問題ではなく体質的なことも多々ありますので、一般男性の多くはエッチの時に一緒に気持ちよくなってほしい、もっと女性を気持ちよくさせたいと相方が感じているかをとても気にします。ですから日頃からあなたが自分の性感帯を研究して彼にさりげなく伝えてあげる方がお互い楽しくって充実したエッチができます。エッチが充実しますと彼との愛が深まるのは当たり前のこととして、ホルモンバランスが良くなり肌ツヤも良くなるという女性特有の効果もバッチリです。もしあなたが一人エッチを楽しむときには、動画詳細箇所に記載している無料メールマガジンへ登録して、多くの女性がオーガズムに達するというおすすめラブグッズの最新情報をチェックしてくださいね。では、本日は恋愛名言集。すっぴん好きをあなたに公言するのは、口説きの第一歩。すっぴんにはベッドタイムや、他の人には見せない特別な顔という印象を男性は抱いている。つまりすっぴん好きを匂わせるのは親密な関係になりたいというのを示していることが多い。今回の恋愛名言集もなるほどという感じですね。キサクチャンネルでは動画視聴者様からの恋愛ネタも随時受け付けております。気になる恋愛に関する疑問や情報ネタがありましたら、ぜひお気軽に Twitter よりご連絡ください。Twitter アドレスは、@hujiwaraq9 はちわちです。明日も役立つ恋愛テクニックをあなたへお届けしますので、ぜひチャンネル登録して最新情報をチェック。